限の才能、木村沙織二十歳、通称沙織。全日本デビューは17歳、世間を騒がせついた愛称はスーパー女子高生。日本女子バレー史上最年少で出場したオリンピックでも大活躍。高校卒業後は V リーグデビュー。沙織はどこへ行っても人気者。全日本でも多彩な攻撃の中心を担っている。そんな沙織の最大の特徴といえば、長身ながらどのポジションでもこなすことができる先生の器用さ。木村沙織というのは非常に器用な子なんだね。年齢とかじゃなくして、そんな将来性をそういう意味では感じさせる。だからいろんなことをねやらしたいなと。今年に入り本格的に取り組んでいるのがセッター、柳本ジャパン。第2のコントロールタワーとしての役目も求められている。そんなサオリンもコートを離れれば普通の20歳の女の子。おいしい。ちっちゃい頃はなんかテレビとか見てて選手になりたいとか言ってたけど、そんな夢のまた夢って感じじゃないですか。本当になりたいなんて思ってないですよ。なのになんか中学とか高校とかバレーボール続けてて、なんかいつの間にかなんか自分がそういうところにいて、なんか全然信じられないし。順風満帆に全日本への道を駆け上がっていった。今年8月ワールドグランプリ予選ラウンド、ブラジル戦。この試合ブラジルはサーブで木村を執拗に狙い続けた。焦る木村はミスを連発、チームもリズムを崩す。王者ブラジルが木村の前に大きく立ちはだかった。試合の前から自分のところに来るっていうのは自分でも分かってたんですけど、それでこっちに来るっていうのをすごい構えすぎてて、何本も弾いたり、もうリズムもおかしくなっちゃって、もうこっち来ないでって感じでした。木村がぶつかった初めての壁。しかし柳本監督は、彼女を崩すということは、彼女は非常に大きいウエイトを占めるからですよ。彼女が活躍するということは嫌だろうと思うね、向こうにとってはね。ブラジルは見抜いていた。高いポテンシャルを持つ木村こそどうしても潰さなければならない存在だと。バレーボールの天才ゆえに味わった屈辱だった。9月世界バレーに向けた合宿が始まった。ブラジル戦で味わった屈辱、自分の未熟さを知った木村は必死にボールに食らいついた。そして一つの決断を下す。それは自らの意思でセッターの練習を封印することだった。中途半端にセッター練習、トスの方に手をつけるのではなく、自分が今やらなきゃいけないこと、できなかった部分をもっとしっかり練習しなきゃいけないなと思って、もう一度世界の舞台で戦いたい。木村はそう考えていた。それはでも前向きに捉えたらいいと思う。だからこのチームがそういった積極性を、自主性を僕は出してほしいなと思ってきただけに、まあ一つの木村沙織の進歩じゃないかな。だから今度はやってやろうという気持ちは絶対あると思うな、世界バレーに対しては。そして世界バレー開幕。レシーブも克服、生まれ変わった木村が躍動する。柳本ジャパン快進撃の大きな原動力となった。第1次ラウンド最終戦マッチポイント、
けした。最後は木村沙織です。木村の渾身の一弾、柳本ジャパン新たなステージへの第一歩となった。チームの戦い方はそんな変わらないと思うんですけど、そういう自分たちの気持ちを切り替えて、はい、相手を見て一生懸命頑張りたいと思います。木村沙織20歳、生まれ変わった沙織が無限大の可能性を秘め、日本の未来へと羽ばたく。ね、え、本当にあの可能性が、ね、まだまだある、ね、選手なんですけどね、はい、今20歳ですからね。で、今スパイカーで打ってますけども、日本で一番の得点を今、ね、スパイクの得点を挙げてますが、セッターもやらせようという考えがあるんですよね、はい、でやっぱり昔から言われてるのは日本のセッターの大型化ということを言われてて、はい、まあ、大体大型にはならないんですよ。やっぱり竹下のセッターうまいですからね、あれを超えるセッターがなかなかいないんですけど、やっぱり理想としてはああいう大きな選手をセッターにしたいというね、だなかなか器用な人がいないんですよ。いや、器用なんですよ。だからセッターの今の一番背を高くても候補じゃないですかね。なるほど、ね、サーブレシーブを狙われるんですよ。で、なんで下手じゃないんですよ、器用だからうまいんですよ、サーブレシーブうまいんですけど、はい、でも彼女の場合ね、サーブレシーブをねしてからスパイクに打ちに行かなきゃいけないっていうですね、フォワードにいてもサーブレシーブをするんですよね、ですからね、フォワードでいてもサーブレシーブして、その後で、スパイク打ちに行かなきゃいけないというね、2つのことをやらなきゃいけないプレイヤーなんですよ。その辺がやっぱり20歳にしてはちょっと荷が重いかなと、いうところをやっぱり感じられますよね。なるほど、これからまあセッターに転向するとしたら、はい、そういうこともまあ可能なことなんですか？もう可能ですよ、これ一番大事なのはチームに帰るでしょ、これ全日本だったら、うん、チームでどうするかです、チームの監督の考えってありますから、はい、それは例えば日本バレーボール協会がね、うん、セッターにしろって言ったら、はいって言ってうまくいけないけど、うん、いやこっちはスパイカーで使いたいですからって、うん、その辺のせめぎ合いがあるから、その辺のやっぱ調整、まあ、それは、ね、それ次第になってくると思いますけどね。でもなんか今大会すごく活躍してるっていう印象が強いですよね。もう大活躍してます今回はね、さあその大会でどんどん伸びている木村選手の可能性に期待したいと思います。17番の選手がすごい打数も多いし、すごい、決めてくると思うんですけど、そこをしっかりマークして相手に気持ちよく打たせないということ